最初はまずその免許を取ること自体、漁師になること自体タブーなのかなと思ってたんですけど、調べてみるとでもそうでもなくって、ドラマやっとんちゃうかな。絶対こっちがモテてもこっちがモテないからね、うん、ほら絶対無理。女が一人だったのもあるけん、ほんまの仲間は入れてもろってないわね、やっぱり。あー、すらん聞いてない。餌はこれやっとる、力をかけた場合あれがパターンと壊滅のとこもありますし、はい、これからだんだんそういうとこは多くなってくると思います。全く違いますね。それにそれこそ肉だけじゃなくて柵を作ったりとか追い払いをしたりとかということで、まあ、被害がないようにすればいいじゃないかということを進めてきたんですが、実はそれだけで全然ダメだと。要は増えすぎたものをしっかり、取ってですね、捕獲をして適正なその環境が、生態系上もちょうどいい数にしていくということが大事だと。自分根本はその狩猟は男のそういう生活の一部であり文化でもあるし、あれで特にその奥山での熊打ち猟はまず女性はその無理だと。やはりすごい先輩漁師たちはもうみんな70近く、70代だったりとか、もうあとね何十年か後にはちょっとあれいなくなっちゃったみたいなことになった時に、じゃあ誰が教えてくれるのっていうことに、これは危機感を感じたので。